こんばんは、市村まさきです。今日の話は楽器上達が遅い人と早い人の違いというタイトルで喋ってみますけども、5つちょっと例題としてのテーマを掲げますが、別に5つって決まってるわけじゃないし、他にもそのキーポイントを挙げろって言われたらいくらでも思いつくくらいたくさんあるんだけども、まあまあとりあえず5つぐらいで入り口を考えてみましょうってことと、まあ僕自身もね、別にね、めっちゃめちゃ練習してすっげーいっぱいね、ありとあらゆることができるギタリストなわけでもないですし、自分のことにもこうね、多少カツを入れるみたいなニュートラルな感覚というものも持ち合わせてないといけないのがギター講師だったりもするんで、という意味で、で、まあある種楽器上達が遅くなってしまう人のパターンというものを挙げて、それを逆向きでやっていけば上達が早くなるっていう、そういう図式になりますから、まず1番、目移りが激しい人、あれもやってみようかな、ちょっと、あ、地味編ってかっこいいな、地味編のじゃあパープルヘイズって曲ちょっと弾けるように練習してみようって思ったのもつかの間、2日後にはあ、バンヘイレンってかっこいいよな、ライトハンド奏法じゃねえや、タッピングってやつ、タッピング弾けるとかっこいいよな、やってみようって思ってるかと思うと、まあまた1週間ぐらいして、え、地味編のパープルヘイズ、あれまだやってないんですよ、あ、そうなんだ、バンヘイレンのタッピングは攻略した、 あれもいつかね弾けるようになりたいんですよね、いつの間にかいろんな枝を見てて、ね、あれもいいこれもいい、まあ、今のはちょっとかなり狭いハードロックの世界の話をしましたけども、例えばジャズをやってみたい、フュージョンをやってみたい、ファンクもやりたい、カントリーもやりたいし、ハードロックもやりたい、もちろんヘビメタも大好きです、すっごいいろんなことを見すぎてる人って一本の大きい幹が育たないんですよね。それはある種の計画性の頓挫みたいなもんで、例えば2年先の自分がどうなっていたいかみたいなものはこれっぽっちも考えてないというかさ、まあ普通考えなくてもいいんだけども、2年後ぐらいに自分はこれこれこういうギターが弾ける人になっていたいなっていうような漠然とした希望みたいなものがあったり、あとは目の前で今この楽曲、この曲どうしても弾けるようになりたい、まあ、例えば竹内まりやさんのプラスティックラブっていう曲のサイドギターは、サイドギターというかカッティングは山下達郎さんが弾いてるんだけど、あれ完璧に山下達郎さんそっくりに弾けるようになりたいみたいな、目の前にある楽曲を本気で自分のものにしようとしてない人っていうのは目移りが激しいんですよ。例えばの話でいけば、教則本を何冊も買ってきて、これもちょっと開いた、これも最初買った日は一応パラパラとめくった、でも本当は教則本1冊もやり終えてない、こういうパターンはありがちなんですよ。で、まあ、僕も結構そういうところはあるんで、別に教則本1冊丸々やらなくても俺はいいと思ってるんですよ、いいと思ってるけど、この教則本から得られるものがね、どれぐらいあるかっていうのを見極められないまんまの人ってのは結構たくさんいて、一冊の本から盗みたいもの、自分が欲しいもの、自分が欲しているもの、自分にとって利益となるべき物事を見極められない人っていうのは、教則本買ってきたらその教則本の評価をすぐその日に評価しちゃうわけ、この教則本はこうであるみたいな、レビューみたいなもんだけど、買った日に物事判断する人っていうのは、例えば1ヶ月かけてその教則本の良さを理解しようとする力がないってことなんですね。まあ、要するに、おしなべて今の話を全部総括すれば、一つのことを追いかけるのがあんまり上手じゃないってことなんですよ。じゃあジミ・ヘンドリックスのリトルウィングという曲、どうしても弾けるようになりたい、僕はね3年はかかると思うよ、あの曲は、あのイントロだけじゃなくて全部ケツまで、リードギターのところもエンディングのところも全部含めて、本当にあの曲がこうサラサラっといつでも弾けるようになるようにやるには3年かかると思うよ。それが1週間か2週間ちょっとやったり、究極の話は15分弾いて、あ、これ難しいわ、弾けねえわって思っちゃう人が世の中は本当は多いの。いやいやいや、1曲3年追いかけてみ、
そしたら自分のレベルっていうのがその3年間の間にどんだけ上がってるかっていうのは、数百曲を一生懸命練習したから上がっていくんじゃないんだよ。曲を3年ぐらい、もちろん他の曲もやったり、いろんなバンド活動をしてたり、いろんなことしててもいいんだよ。しててもいいけど、この1曲だけはっつって3年ぐらい探しているものを追いかけた人ってのは、やっぱ3年後に違うんですよ。そこが見えてないっていうのが、簡単に言えば目移りが激しいっていう一番の話なんですよ。2番、新しい機材を買うと何かが変わると思ってる。これは結構耳が痛い人もいると思うし、僕もそういうところはやっぱり多少はあります。なんかいいエフェクター見つけたり、なんかこう最新の新しいなんかラックマウントのエフェクターですごいものが発売されたりとか、もしくはギター本体にしても、今持ってるこのね安いギター全部売っ払って50万円のギター1本買ってきた方が俺は上達するんじゃないかとかね。あの、物を買うことをを悪いと言ってるわけじゃないですよ。物は買ってもいいと思うし、高いものを買うとそれなりにいいものだと思うし、その機材を入手してちょっと研究、ある程度研究したことによって得られるものってのはあるとは思うんだけど、買ってきただけじゃ何も変わらないのに、ついついあれが欲しい、これが欲しい、今度はあれ買ったらいいかな、こんなすごいマルチエフェクター発売されたって聞くと、うわ欲しい、それ買ったら俺超頑張る、ものすげえエディットとかすっげえ頑張る、今度こそって思ってる人は、今度こそはない、起きない。前のマルチエフェクターを使いこなしてない人は、新しいマルチエフェクターを買ってきても使いこなさない、そこまで頑張らない。そうするとエフェクターなんかなくったって、ノンエフェクトでクリーントーンで上達していく人は上達していくんですよ。ってことは、別に買うことが悪いって言ってるんじゃなくて、新しい機材を買ってきたから上達するんじゃないんですよ。新しいギターを買ってきたり、機材を買ってきたりしても、自分が追求するべき場所ってのは機材じゃない、道具じゃない、こっちです。自分が追求するべき方はこっちなんですってことを分かってる人は上達早いっていうことになってきますよね。はい、第3番、今の話の1個目にちょっと近いけど、練習しなきゃって口に出しちゃう人、これは上達が遅いパターンです。ああ練習しなきゃな、昨日は1時間練習したんですよ、うん、今週ちょっと練習してないんです、先生ごめんなさい、明日こそ2時間練習するぞ、こういう考え方を頭の中にポンと出すのはあんまり本当は良くないからやめた方がいいんですよ。練習というものはやらなきゃいけなくてするもんじゃないんですよ。そしてしたいとか したくないとかいう問題でもない、僕らから言わせると。練習というキーワードを頭に思い浮かべる前にもう触ってるのが楽器なんですよ。それは例えばさっき言ったみたいに、山下達郎さんのカッティングが弾ける自分になりたいと思ってたら、ギターを持ってなんかもう、ちょっと違うなって言って達郎さんの音源聞いて、ああなるほどなるほど、こういう感じか、うん、ツンタンスタンツタンツクタースクツッチャンツタンツタンツンタン、よし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 、違うな、ポチポチタッツツツタッツタン、あこっちか、お3拍目と4拍目はなんか弾いとるんかな、空振りかな、どっちやろうっていう風に、あっという間にそこに突入する。自分がやりたいことがあると、ね、今日も会社終わりました、家帰ってきました、飯食いました、飯食い終わりました、よしギター持った、あの山下達郎さんのカッティングの続き、昨日の続きやろしょポン、ここに練習というキーワードはなくったって、もうそこに入っちゃえるわけですよ。ある種僕たちはギター講師だったり教則本を書いている人間としては、練習というキーワードを使って物事を表現しますけども、本当の意味での上達していく人たちにとっては、練習っていうキーワードは本当はあんまり存在しないんですよ。やりたいことをやるだけなんですよ。弾きたいから弾くんですよ。ギターが好きだから触るんですよ。ギター弾ける人になりたいからそれにトライしている。それを他人が見てたら、あの人練習している
ていうやっとキーワードが乗っかるだけなんですよ。はい、4つ目です。人に質問する方法としての、人に答えを求めるのがとても多分にある、もしくは質問ベタ、あえてベタって言葉を使ってますけども、下手っていうよりもベタとベタのベタの方、ベタなんですよ。どうしたら上達しますか、こんな質問ベタすぎて幅広すぎて、それ僕何時間説明しないかんのって話になるじゃないですか。そしてまあ例えば YouTube のコメントで何かを質問するとしても1行で質問してくる人、それはもう主語がなかったり述語が足りてなかったり形容詞にかかってる言葉がなかったり動詞が間違ってたり文章が伝わらなかったり、1行で物事質問されたら僕たちは500行ぐらいお返事することを持ってるわけじゃないですか。これってこういう時どうしたらいいんですかって1行で質問されたら僕らは3時間は喋れるんですよ、それについて。でもそれはギターレッスンという教室である程度のお金をいただいて何回にも分けて1ヶ月2ヶ月3ヶ月かけてゆっくりゆっくり伝授している事柄があるわけじゃないですか。それをたった1行の質問で質問して返事をもらったら、それでその返事で納得できると思ってる時点でもうちょっとのんのんのんなわけですよ。言葉で質問して言葉で返事もらって、それでギターが上達するわけがない。まあ精神的なアドバイスとかそういうキーワードとしての面白さみたいなのは僕も時々発生するけども、まあ名言みたいなっていうか、まあある種のものの表現の美しさと本当にそれがその人に体感すべくめちゃめちゃ身になっていくかどうかはまた別の話で、なんかうまいこと言いよったであの人みたいなもんと一緒なわけですよ。本当はね人に質問してその帰ってきたしで何かが変わると思ったら大間違いなのは、さっきの機材を買ってきても本当の意味では何も別に変わりはしないよこっちはっていうことでございますみたいな話なんですが、最後の5つ目、まだ本当はたくさんありますよ、他にもいっぱいあるよ、いくらでもあるけども今回はここまでっていう5つ目、 YouTube にはいいねボタンっていうのと悪いねボタンっていうのがあるじゃないですか。これは多くの YouTube をやっている動画をアップしてらっしゃる方がみんな本当は思ってるだろうけども言わないだけ。上達が遅い人は悪いねボタンをすぐ押す人です。詳しいことは別にあんまり各自考えてくださいということで、今回はお話だけでしたけども、上達したいよと思ってるんだったらこっちに向かっていけばいいんだよっていう、その向かっていく方角っていうのは本当は見えてるはずなんですよね。でございます。よかったらまたチャンネル登録して動画を見に来てください。チャンネル登録よろしく。じゃあね。